皆さんこんにちは、ほのみです。今日は GDO さんのホタルゴルフというイベントでゴルフファイブカントリー美唄コースに来ています。これから14ホール回り、夜に4ホール回ります。その後はあそこのちっちゃいテントと大きいテントでキャンプをします。あとでトウキビが食べれるみたいなので、トウキビを美味しく食べれるように頑張ります。雷の影響で5ホール短縮になりました。短くなっちゃったけど頑張ります。なんかやばいんですけど。夜はバーベキューと花火をやるみたいなんですけど、この天気が早く良くなるといいですね。楽しみたいです。あ、ちょっとあの光が見えてきましたよ。光が、あ、お、いいか、めっちゃ景色綺麗ですよ。もうまず最初から池ですね、目の前は。なんかあの雲竜巻みたいじゃないですか。なんか竜巻が起きそうな雲がいっぱいいます。3時から再開ですよ。雷落ちたらどうします。ゴロ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 鳴ってるからドカーンって言って落ちたらやばいですよね。共感を求める私。感覚おかしくなっちゃったかな。一緒に回るご家族です。めっちゃちっちゃいよね。かわいい。まだ141しか。スコアが、いや、あ、身長が、あ、身長が。ナイスショットですね。フォローだからかな。なんか羊がいそうなゴルフ場。なんか全部緑だから、なんか牧場みたいな、なんかあそこになんかあるじゃないですか、建物とか。なんか牛とか羊がいそう。なんかこういう絵ありますよね、よく。少年アルプスハイジみたいな。何でしたっけ、アルプス少年ハイジ。少女、少女。今のはカットでお願いします。自分でもやばいなって思ったかな。アルプス少女ハイジ。そう、男のやつありますよね。そこのラベンダーの犬でしたっけ。ちょっと待って、ちょっと待って、フランダー、フランダー。え、ちょっと待って、やばいですね。フランダース。そう、フランダースの犬。激ムズです。ひどい。
ちょっとフェースを開いて上げたんですけど、やっぱ下りの傾斜だったので行っちゃいました。ナイスです。パーです。なんとか。パナのさん、パーパーすごくなんですか。かわいい。カデ、これどっちでしょう。どっちだろう、なんかいつもわかんないね。どっち、ね、池がずっと右にあるみたいなので左に。明日雨が、あ、ボクボク、ね、やむといいね。すぐ夏が来て、すぐ冬が終わっちゃう。なんかもう、寒い冬がもうすぐ来る。やだやだ、やですね。夏の方が好き。なんか寒いと着るじゃないですか。着たらなんか動けないから、うん、夏はとりあえず焦げパンになって焼けて、冬は白くなるみたいな。え、これやばくないですか。え、グリーンどこですか。え、ピンがないですね。あ、あれか、あった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 。キャリー240ですね。刻もうかな。行ったかな。あ、はい、じゃーん。ピン18ですね。めっちゃ奥だ。すごい。え、本当に照らしてません？だって全部ほら真っ暗なのに、ここだけ照らしてくれてる。ほら見てくださいよ、全部真っ暗なのにこのホールだけほらすごいテカってる。あ、おテント様は私の味方。グリーンがすごいちっちゃいです。木に囲まれてますね。バンカー得意ではないです。アプローチの方が好きですね、うん、いややばいですよこれ。ビッグミルですよ。
ですよね。一番長いです。パフォーです、パフォー。2個ビビビビビビビってなんかここってなんか広いからなんかこっちは晴れてても向こうは曇ってるみたいな、なんかわかります？え、違うよな。ナイスですって言ったら嬉しい。動いてるからこっちにあるのはやばいけど向こうとかあっちは基本的にはそんな心配じゃなくて大丈夫。本当に多分大丈夫大丈夫。え、何が来た？あー、びっくりもうなんか恐怖に茶屋の方に避難を。ゴルフ、ね、ゴルフっていうよりもゴロフ、ゴロフです、ゴロフ。地震、雷、神、地震、雷、火事、親父はやばいです。すごいですよ、本当に今のはやばい。好み中断でございます。中断です。あ、このゴロゴロがのせいで中断になりました。あっち晴れてるのに、今中断中なんですけど、雷の影響で4ホールしか回れなかったので夜のホタルゴルフの集計になるかもしれません。頑張ります。トウキビです。焼きたて、取れたて、どっちも。あ、だから毛が生えてるんだ。いただきます。あっ、かかくん、おいしい。甘くておいしいです。ほら、ちょっとみずみずしい。これ北海道で取ったんですかね。
ヒゲが、ヒゲが口から生えてる。めっちゃ甘いです。これが何でしたっけ、名物みたいです。ビーバイ焼きそばです。いただきます。パンみたいに食べるって言ってましたよ。味がないですね。ちょっと待ってください。うん、さっぱりした味です。食べてみてください。皆さんこんばんは。すいません、試合日の西条です。今日はちょっとありえない雲の動きで、ここから雲が湧き出すということで非常に判断が難しくて、本当に皆さんにもどうしたらいいかっていうことでなかなかお伝えできなくて本当に申し訳なかったんですけど、ホタルゴルフの方は大丈夫かと思います。はい、じゃあ行きます。はい。